時計を特徴はですね、はい、やはり液体ソースですね。液体ソースが入ってるんですか。こういうものの場合、従来はやはりふりかけタイプというでしょうか、そうでしょう、ものが多かった中で、この液体ソースをかけることによって、その本格的な味を今回実現したというのが、この美味しい、美味しい秘密でしょうね。これいいポイントですね。お米に多分染み込むんでしょう。そうでしょうね。でまたそのツヤであったり、そうですね、そういうものがやっぱ出やすいんじゃないかというふうに思われます。作ったの誰？それ前もやったことある。出たことあるな。同じのやったことある。挨拶したい。相変わらず調べとけよ。すでにご挨拶したくなってます私は。なるほど。なかなかいい方が働いてらっしゃいますね、グリコさんには。何様？何様よ。どうもありがとう。私はもうグリコさんの商品を宣伝部の敏腕。あ、もうもうもう。はい。いい音がするじゃないか。見てください、あの慣れない手つき。